カーチェイスとは自動車同士で行われる壮烈な追跡。また逃走しようとする車と、それを追跡しようとする車とのレースのこと。盗難車を追跡し、交通事故を起こし大破したパトロールカー。カーチェイスとは公道での車の追跡劇と逃走劇について使われることがほとんどである。以下、公道でのカーチェイスについて説明する。 米国では何らかの犯罪を起こした犯人が逮捕を免れるために自動車を使って逃走し一般道や高速道路などを走行しそれを警察車両が追跡するということは頻繁に起きているまたそうした様子を上空から録画するための装置を備えたヘリコプターも多数存在しており米国のテレビニュースでは頻繁にそうした様子が放送されているまたそうした映像が 世界各国の放送局に配信され放送されており、お馴染みのものとなっている。米国では、こうした映像を撮影するビジネスが成立している。ヘリの操縦が卓越した人と、カメラマンがチームを組み専用のヘリを所有し、ヘリカブにアクリルのドームに収まったリモコンカメラを装備、警察無線を傍受し続け、事件発生の情報を傍受した直後に離陸、現場上空に急行し、 上空から目視で車を追跡しつつカメラ撮影を行い撮影終了後はすぐにテレビ局に映像データを持ち込みそれを高値で買い取ってもらうというシステムである一般にカーチェイスの場合逃走者も追跡者も無謀運転になる傾向がある逃走者は交通法規をすべて守っていてはすぐに追跡者に追いつかれてしまうため守らないことがほとんどである追跡者は 一般車両と警察車両では位置づけが異なるが、パトカーの場合でかつ警告灯を機能させ、警告音を鳴らしていれば緊急自動車扱いとなるため、その場合は信号を無視しても一応は交通法規を破ったことにはならない。映画やテレビドラマ、小説や漫画などのフィクションにおいては盛り上げる要素として、カーチェイスはたびたび取り上げられる。自動車を主題としない映画でも、 主に物語の終盤など、緊張感を要するシーンにおいて、カーチェイスが登場することが往々にしてある。時にそれは、自動車、あるいは二輪車以外の乗り物であったり、また自動車そのものが、通常の乗用車ではない特殊な車や現実にはない、車や CG を用いた演出であったり、また、映画の画面抜けの良い景色でのロケであったりする。画面に映る、スピード感や車のボリューム、 また衝突して大破する場面など、映画にとって、低予算かつ簡易に迫力のある場面を撮影できるため、この手法は多用される。映画音楽にとっても、その映画全体のテーマと大きく異なる場合も含めて、緊張する要素を持たせる重要な場面転換として、機能する。日本のテレビドラマ、西部警察は、劇中で、大門軍団のパトカーと逃走する犯人の車の、 派手なカーチェイスがシリーズの売りだった。ハリウッド映画においては最初に現代のカーチェイスを主軸とした映画は1968年のブリッドであった。10分以上に及ぶカーチェイスシーンはそれ以前の映画よりもずっと長くそして早く観客に自分たちが車の中にいることを錯覚させた。映画の中で最も災難なシーンにもかかわらず、 主演俳優のスティーブ・マック・イーンははっきりと車に乗っていることが画面で確認できた。続いて映画フレンチ・コネクションではさらにリアリズムが追求された。封鎖された一般道、一般開放前や車通りのほとんどない田舎の高速道路、日曜日の早朝などで撮影されたこの映画はニューヨーク市内の自動車交通網でのカーチェイスを見事に描いた。 両映画のプロデューサーであるフィリップ・ダントーには、続いて映画、ザ・セブン・アップスの制作に取り掛かり、主演俳優に、フレンチ・コネクションから、続投で、ロイ・シャイダーを、またそのスタントマンに、ブリッドからビル・ヒックマンを起用した。これらの映画によって、その時代の映画は、カーチェイスシーンを頻繁に採用するようになった。ブリッド以後カーチェイスシーンは発展し、 またエンターテインメントの主要素の一つとなった。車の衝突もまた重要な要素として発展し、様々な車が画面上で大破して、時に観客を喜ばせた。初期の例では、マック q においてビーチを横切る車が事故を起こす例が見られる。映画の予算は高騰したが、それはスタントマンのハルニーダムの事故による負傷から支えるためであった。 さらに、バニシングイン60では40分以上にわたるカーチェイスが繰り広げられ、また多くの車が大破した。それらの破壊シーンには、意図的なものではなく、本当に撮影事故として衝突したものもあった。カーチェイスに登場する、最も一般的な車はパトカーである。その一方で、バス、トラック、スノーモービル、列車、戦車、それから架空の世界の車など、 奇抜な組み合わせのカーチェイスも多くの監督によって、試みられている。カーチェイスは喜劇においても昔から多用される。キーストンコップス、W.C. フィールズ、サンバが大償、おかしなおかしなおかしな世界、ザ・シャギードッグ、ノーデポジット、ノーリターン、フリーキーフライデー、ザ・ノーム、モバイル、ザ・ミリオン・ダラー・ダック、おかしなおかしな大追跡、チャップリンのかける落ちなど、 多くの喜劇映画でカーチェイスが見られる。最も複雑なカーチェイスの一例としては、LA 大捜査線、狼たちの街及び、路人における高速道路を逆走した末のカーチェイスが挙げられる。いくつかの映画では、何台もの車が複雑に絡み合いながら追跡する大規模なカーチェイスが展開される。ブルースブラザース、トランスポーター、レーダース、失われた、アーク、世紀、 マットマックスにワイルドスピードシリーズなどである。もう一つのカーチェイスの複雑化の例としては、登場人物がある車から別の車に乗り移り、その中や上で別の登場人物と戦うというものである。ボシャウスキー指定はマトリックスリローデットでこの手法を巧みに用いた。テレビドラマにおいてもカーチェイスがメインに品質するシリーズがある。アメリカのドラマ爆発、デューク、 俺たち賞金稼ぎ。ホールガイ、ナイトライダー、探偵ハードマック、ドイツのドラマ、アラーム4コブラ11、そして最近の例としては2010年の、チェース、逃亡者を終え。や2012年フランスアメリカカナダ合作の、トランスポーターザシリーズが挙げられる。最近では CG を用いた、カーチェースも多く見られる。CG の使用は、コスト的に危険度を無視することができる。 またリアリズムを無視して、車や人物のダメージを大きく見せ、迫力や恐怖に訴える表現が可能である。近年では、マイケル・ベイ監督による、バッド・ボーイズ・ニ・バットと、アイランドが挙げられる。低予算映画で CG のカーチェイスを用いた例では、RSTC、リザーブ・スパイ・トレーニング・コープスが挙げられる。ドリブンは特に CGI を用いた、カーチェイスが特筆される。 一方で CG によるカーチェイスに否定的な批評も多く、ロニン、ボーンスプレマシー、キングダム、見えざる敵、ダークナイトでは実際のカーチェイスを撮影し、CG の使用は極力抑え、または完全に排除している。ありがとうございます。